今回は高橋克彦の総万谷の第2回を朗読します。アメリカで民族学を学んだ桐上明の帰国祝いの席から始まる。神田神保町の小さな居酒屋には経済情報誌 E2 の編集長の工藤、その部下の順次、順次の妹真由、そして関東テレビの元ディレクター篠塚が集まっていた。桐上明、謎の老人総門と対決すべく運命づけられた若者だが、今はまだ誰もそのことを知らぬのである。へえ、アキラ君はナスカの地上絵まで見てきたのか。はい、日本に戻る前にインカ文明の足跡をたどって3ヶ月ほど南米を回ってきたんです。俺もテレビの取材で行ったよ。だだっ広い大地のあちこちに猿だのクモだのハチドリだのの模様が何百も、まさに巨人の落書きだった。篠塚さんは空から見たんですね。羨ましいな。絵がでかすぎて地上では何が何だかわからなかった。それっていつ頃作られたものなの？ざっと1300年くらい前かな。そんな昔？よく消えずに残ってたわね。あの辺はほとんど雨が降らない土地なんだよ。だから絵も消えずに。だが空からしか見えんような絵を何のために？ UFO の滑走路って説がある。空から地上の目標を見つけるのに邪魔なのは雲だ。雨の降らない土地なら UFO にとっては探しやすい場所ってことに。ここでもまた UFO が顔を出すんですね。 UFO かどうかわからないけど、インカ文明には空飛ぶ人間の伝説が残されてますよ。工藤さん、インカ軍の将軍は空を自由に駆け巡ることができたとか。空を飛べたとするとピリレイスの古地図の謎にも説明がつくんじゃないか。ピリレイスだって？順次くんも変なこと知ってるな。篠塚さんと付き合うようになってから UFO 絡みの本を随分読みましたからね。何？ピリレイスって？16世紀に活躍したトルコ海軍の提督さん。彼が残した世界地図には南米大陸が細長く湾曲した形で描かれている。その歪み具合が人工衛星から見た南米にそっくりなんだ。つまり16世紀に人工衛星じゃなかったら、それこそ UFO から南米を見下ろして地図が描かれたってわけ？なんだかゾクゾクする話ね。いや、もっと古いよ、マユちゃん。ピリレイスは単に模写しただけで、原図は数千年も前から存在してたらしい。数千年前って、本当かよ？アトランティスの遺産だそうです。あ、それなら知ってる。たった一晩で海に沈んだ謎の大陸でしょ。ともかく古代人のやることは今の我々には理解できんことばかりだな。ナスカの地上絵もそうだが、ピラミッドなんか最たるもんだ。あんな巨大な建物を何十年もかけて作る意味が俺にはわからん。死後の復活が確実に約束されてたとしたら、権力者なら誰でも作りたがると思わないか。篠塚さん、それ本気で言ってんですか？ああ、死後の復活は可能だよ。厳密に言えば本人そのものが復活するのではなく、同じ染色体を持った人間が再生するという意味だがね。クローンですか？ああ、ミイラの細胞があればファラオを再生させることもできる。ピラミッドパワーが物を腐らせない不思議な力を持ってるのは知ってるだろ。ピラミッドは細胞を腐敗から守る入れ物だったってのが俺の持論なんだ。当時それほど高度な医学技術があったなんて俺には信じられませんね。ナスカに近い丘からは頭蓋骨を切り開く手術を施されたミイラが
何十体も発見されてますけど。気持ち悪いわね。手術の失敗で死んだ人のミイラってこと？いや、ほとんどのミイラは手術に成功している。脳に刺激を与え、超能力を開発する目的で行われたらしいんだが、いずれにせよ、当時かなり高レベルの医学技術があったのは間違いない。そして篠塚さんは古代文明の影に実はエイリアンが関わってたと考えてる。違いますか？確かに。そう解釈すればいろんな謎が一気に解決はするんだが。でもどうしてそこまで UFO にこだわるんです？そんなに不思議かい？愛とか恐怖の感情なら動物だって持ってるけど、謎を考えることができるのは人間だけなんだぜ。 UFO みたいに途方もなく大きな謎を前にして何の関心も持たず暮らしていける人の方が俺には信じられんよ。はい、篠塚です。俺だよ。久しぶりだな。元気でやってるか？俺に電話よこすなんてどういう風の吹き回しですか、部長。これから会いたいんだが暇はあるか？暇に決まってるでしょう。俺を関東テレビから追い出したのは部長じゃないですか。そう言うな。これでもお前さんの身の振り方を気にしてんだ。それで会わせたい人間がいる。誰です？マダムロシャスって知ってるか？ああ、名前くらいはね。何しろ世界的な美術コレクターですから。本業は石油コンセルンの会長でな、とんでもない金持ちだ。日本には昨日来たんだが、日程にお前さんと会う予定が組まれててさ。まさか本当ですか？国際コンクールに出したお前さんの番組をパリで見たって言うんだ。ほら、縄文文化の謎を追っかけて全国の遺跡や出土品を記録したやつさ。へえ、あの番組を見てくれたんだ。それまで日本の縄文文化に関心はなかったそうだが、番組に出てきた火炎土器の美しさに魅せられたらしくてな。どうしても会って相談したいことがあるそうだ。それからな、来るときは必ずネクタイをしてきてくれよ。何しろ相手はフランス貴族出身のレイジ。ああ、篠塚君、紹介しよう。こちらがマダムロシャス。篠塚です、はじめまして。お目にかかれて嬉しいわ。あなたの番組を見て以来、日本の古代文明に興味を持つようになりましたの。何でも日本にはエジプトと並ぶピラミッドがあるとか。日本のピラミッドですか。私も存在を信じてはいるが、考古学的には何一つ解明されてないんですよ。だからそれを発掘してみたいのです。発掘？本気ですか？本気も本気。資金ならいくらでも出してくれるそうだけど、本当にそんなもんがあるのか？ピラミッドは石を積み上げたものだというイメージが強いですからね。でも日本のピラミッドは自然の山に手を加えて作ったものを指すんです。ほう、詳しく説明してくれ。古代人が神聖視する山の形は全世界共通してます。日本では富士山のような、ちょうどピラミッドに似た形ですね。なぜピラミッド型の山が尊ばれたかというと、その山の周辺は土地が肥沃で気候も温暖な場合が多いからなんです。つまり人間が定住する環境に適してるってことか。なるほど。昔の人はその山のおかげで環境が守られてると経験で知っていた。そこで似たような山を探しては麓に村を作った。砂漠ばかりのエジプトと違い、日本には適当な山がたくさんありますからね。ちょっと手を加えてピラミッド型にすればすぐに役に立つ。それが本当なら日本にピラミッドがあっても不思議ではないが。ただ
自然の山を改造したものばかりなので、逆にどれが本物なのかわからなくなってる。発掘すると言ってもどの山から手をつけていいのか。確かにその判断は難しいかもしれませんが、あなたならできると考えてます。買いかぶりですよ。私は単なる素人にしか過ぎない。いいえ、想像力の欠如した学者には無理な仕事です。できるのはむしろ篠塚あなただけだと私は確信しています。ぜひ今度のプロジェクトのまとめ役をお願いしますわ。おい、何を悩んでいる。お前さんにぴったりの話じゃないか。資金なら十分に。幸い私には自由になるお金がありますから。いつもなら二つ返事で引き受けるんですが、今ちょっと別の件に関わり合ってるんです。関わってるってのは例の UFO 絡みの事件だろ。今さら真相を暴いたところで何に。黙って話に乗っちまえ。うちの会社もバックアップするからさ。調子いいな。この人のスポンサードだけが目当てのくせに。何？どうかしましたか？いいえ、何でもございません。マダム・ロシャス、ご好意はありがたいんですが、少し手の離せない問題を抱えていまして、それがなければ頼んでもやりたい仕事なんだが。私はあと10日日本に滞在します。その間に気持ちが変わるようでしたらご連絡ください。あなた以外にこの仕事をお願いする気はありませんから。こんにちは。あ、ひかるちゃん、編集長いる？ええ、編集長なら奥の部屋に。久能さん、篠塚さんがお見えですよ。いや、お待ちしてました。ひかるちゃん、コーヒー2つね。はーい。にしても篠塚さんがあのマダムロシャスから仕事を依頼されるとはね。当然 OK したんでしょ？いや、まだ決めてない。 UFO 事件が未解決のうちに別の仕事を受けるわけには。そうですか。我々だってこの通り経済情報誌の仕事をしながらやってる。だが俺は君たち E2 をあの事件に巻き込んじまったようなもんだからな。そんなの気にすることないですよ。それにピラミッドと UFO の問題は無関係じゃない。日本にピラミッドがあったと証明されれば超古代文明の存在が明らかになって、結果的にはエイリアンの問題を真剣に考えさせるきっかけにもなる。はい、コーヒーどうぞ。あ、ありがとう。面白いからヒカルちゃんもここにいて話を聞くといいよ。篠塚さんが日本のピラミッドを発掘することになりそうなんだ。ピラミッドですか？それって日本に何箇所くらいあるんです？全国となれば20箇所以上かな。有名なものとしては広島に一つ、長野に一つ、青森岩手に 4,5 箇所ってとこか。へー、東北に多いんだ。縄文時代の遺跡が多い地方だからね。秋田には日本最大のストーンサークルもあるし。あ、それは歴史の教科書で見ました。古代人の墓とも宇宙人の基地とも言われてる。遮光器土偶が出土した亀ヶ丘遺跡もその近くだ。遮光器土偶って？エイリアンの姿をかたどったとされる縄文時代の土偶さ。ピラミッド、ストーンサークル、それに遮光器土偶か。やっぱり東北に集中してるな。これまで無視されがちだった土地だけど、東北ってのは実に面白いよ。日本最大級の縄文遺跡である青森県の三内丸山遺跡発掘がきっかけで、どんどん新しい発見も生まれている。東北ではどの山がピラミッドだと？有名な山としては秋田の黒マンタ山、青森の十割山、岩手の早知根山ってとこかな。早知根山って例の
UFO が現れてカメラマンを焼き殺したとかいう山ですよね。これは偶然ですか？偶然じゃないかもな。実際ピラミッドとされる山の周辺で UFO の目撃例は多いんだ。こりゃ面白くなってきた。やっぱりマダム・ロシャスの依頼は引き受けるべきですよ。絶対我々の追ってる事件の解明に役立ちます。そうだ、桐上明にも一口噛んでもらうといい。やっこさんならそっち方面の知識も豊富だからきっと役に立つ。あ、今電話していますよ。どうせ暇でゴロゴロしてるはずだ。民族学が専門なんで参考資料を探すのはお手の物。必要な資料があればやっこさんに言いつければ大抵のものは揃います。そうか、引き受けてくれるのか。アキラ君、助かるよ。工藤さんの電話で話を聞いた時から決めてました。それで篠塚さんはどの山に目をつけてるんです？正直言ってわからん。昔からピラミッドだと言われてる広島の足竹山、富山の尖山、長野の水上山、それぞれに面白いとは思うが、やはり縄文文化の中心である東北をマークするのが安全だろう。東北なら岩手県の遠野あたりはどうです？遠野だと早知根山だが、なんか理由でも？一度行ってみたかったんです。民族学を専攻してるってのに今まで行くチャンスがなくて。確かに意外だね。日本民族学の父柳田邦夫の世界だってのに。僕を育ててくれた水影のじいさんが許してくれなかったもんですから。水影のじいさんって、ああ、淳二君と真由ちゃんのおじいさんか。僕と遠野は妙な因縁でつながれてましてね。実の祖父と父親が遠野で行方不明になってるんです。行方不明？二人一緒にかい？それは別々ですが、二人とも遠野に調査に出かけたまま戻ってこなかったんですよ。遠野で一体何があったんだい？それが、水影のじいさんは詳しく話してくれないんです。二人が民族学者だったことも、僕が民族学を勉強したいとじいさんに相談したとき初めて聞かされました。やはり僕にはそういう血が流れているんだなと。その時の話では、祖父は隠れ里を探しに出かけたのだそうです。隠れ里？遠野物語に出てくるユートピアか。僕の祖父は遠野物語で語られた話は伝説ではないと考えてたようです。だから隠れ里も実際に存在すると信じてた。お父さんも同じように隠れ里？父の場合は失踪した祖父を探す目的の方が大きかったようです。水影のじいさんは教えてくれませんが、どうも僕は遠野で生まれたらしいんです。母も多分遠野の人間に違いありません。じゃあお母さんのこともわからないの？僕が水影のじいさんの家に引き取られたのが2歳の時ですから、実の祖父ってのが水影のじいさんと大学の研究室で一緒だったんです。祖父が失踪して残された父の面倒もじいさんが見てくれたと聞いてます。父と僕と2代で水影のじいさんの世話になってるということです。だけど失踪した時捜索はしたんだろ？どっちの場合もじいさんが遠野まで出向いて必死に探してくれたようなんですが、手がかりはなかったか。唯一の手がかりは、見てください、額に三日月の傷跡が。これは生まれてすぐにできた傷のようです。引き取られた時にはすでにあったそうですので、なぜこんな傷があるのか、自分がどこに住んでいたのか何もわからないんです。ただ遠野の警察署の前で保護されたので、その辺りで生まれたんだろうと。警察署の前だって？父が置き去りにしたらしいんです。そばに手紙が置いてあって、宛名は水影のじいさんになってました。僕の生年月日と名前、
それに母親は死んだと書かれてあるぐらいの簡単な手紙だそうで、その間父がどこに暮らしていたかはどこにも。辛い話だな。どうってことありませんよ。最初から父の顔も母の顔も知らなかったんだから。それにじいさんや順次や真由がいつもそばにいたし。ただどうしてもじいさんは僕を遠野に行かせようとしない。また父たちみたいに行方不明になるんじゃないかと心配してくれてんでしょうが、だから今回がいい機会なんです。篠塚さんと一緒ならきっとじいさんも許してくれる。わかった。そういうことなら俺も協力する。二人で遠野まで行ってみよう。じゃあ今日はここで別れよう。明日からは本格的に資料集めだ。よろしく頼むよ。こちらこそよろし。あれ、どうかしたの？向こうの歩道にいる二人組、女性の方は E2 で働いてるヒカルさんじゃないですか？彼女ならメガネをしている。人違いじゃないか？ああ、もういなくなっちゃった。チラッと見ただけだが、連れの方はヤクザっぽい男だったぜ。そんな男とヒカルちゃんが一緒なわけが。そうですよね。彼女真面目だし。やっぱり僕の見間違いだ。アキラが通りで見かけた女はやはり経済情報誌 E2 に勤めるヒカルだった。事務所のマスコット的存在である彼女がなぜヤクザ風の男と会っていたのか。そしてもう一人の謎の女はマダム・ロシャス。元テレビディレクターの篠塚に日本のピラミッド調査を依頼した彼女の真意はどこにあるのか。1年前岩手で起きた UFO 事件の舞台となったのは遠野の早知根山。古来から地元の信仰を集めるこの山は日本のピラミッドの一つとされている。額に三日月の傷を持つ切上彰の生まれ故郷もやはり遠野。全ての謎はどうやら神秘の里遠野に隠されているようである。総門谷を支配するのは総門と呼ばれる謎の老人と彼に仕える12人の使徒。彼らは世界を征服するため恐るべき計画を着々と進めていた。一方総門と戦う運命を背負った若者切上彰は日本に存在したとされるピラミッドの調査を元テレビディレクターの篠塚と進めることになった。アキラがそのいきさつを幼なじみの順次と真由に話すところから始まる。へえ、篠塚さんと日本のピラミッドを発掘ね。けどその費用は誰が出すんだい？マダム・ロシャスって知ってるだろ。ほら、世界的な美術コレクターの彼女がスポンサーに。そりゃすごい。マダム・ロシャスが後ろ盾なら金の心配はないな。
自然の山を加工してピラミッド型にしたのが日本式のやり方なのは分かったけど、本当に見つけられるの？可能性は半々だな。日本でピラミッドが作られた縄文時代ってのは謎だらけだからね。人口も当時は東北の方がずっと多くてさ、人種的にも僕たちとは異なるようだし。え？縄文人って別の民族なの？そもそも骨格からして違うんだ。鼻も外国人みたいに高かったし、肌ってきちんと上下が噛み合ってる。それに僕たちの下顎をなぞっていくと、途中で少しへこんだ部分があるだろ。どれどれ？あ、確かに奥歯の下あたりがへこんでる。だけど縄文人の下顎は真っ平らだ。縄文人が違う人種とすれば、彼らがピラミッドを作ったとしても不思議はない。ああいうスケールの大きな建造物はあんまり日本人の趣味じゃないからね。それは言えてる。日本人は小さいものを精密に作る方が得意だもんな。だから弥生人がピラミッドのことを歴史から抹殺したってことも。どうして？だってよその民族の業績を後世に語り継ぐ気にはならないだろう。ともかく明日から調査開始だ。まずは手に入れられる限りの資料を集めて目を通さなきゃ。しばらく帰りが遅くなると思うよ。遅くまでご苦労だったね。資料整理でくたびれたろう。どうだ、軽くビールでも飲んでから帰るか。いいですね。お供しま…あれ、まただ。またって何が？この間 E2 に勤めているヒカルさんに似た人を見かけたと言いましたよね。ああ、ヤクザ風の大男と一緒だとかって。でも見間違いだったんだろ。あそこのレストラン、窓から中を覗いてみてください。あれはメガネを外してるけど間違いなくヒカルくんだ。しかも大男と並んで。篠塚さんとはここで別れましょう。どうする気だ？探りを入れてみます。事務所じゃ真面目で通ってる彼女がどうしてあんな男といるのか。 E2 ではそうでも、彼女だって今時の子なんだ。案外ああいう男が好みなのかもしれない。成田に着いた日、空港から家までずっと尾行されました。僕が帰国することなんて内輪の人間しか知るはずが。一体どこから漏れたのか気になってたんです。まさか光くんがスパイだとでも？わかりません。でも UFO の存在を世間から隠そうとしている敵の組織は巨大です。 E2 にスパイを送り込んだとしても不思議では。ヒカルさんが男と別れた後、偶然を装って話しかけてみます。僕だってヒカルさんを疑いたくは。けどこうして何もしないでいる間にも敵は次の布石を着々と。それを考えると僕はそら恐ろしくなる。じゃないですか。あら、アキラさん。ヒカルさんもこんな遅くまで出歩くことがあるんだ。今夜はたまたまよ。高校の同級生に誘われて出てきたの。コーヒーを飲んで帰るとこだけど、ヒカルさんも一緒にどう？なんだか今夜のヒカルさんはいつもとは別人のようだな。メガネを外してるせいでしょ？それだけじゃない。なんだか生き生きしてる。友達と何軒もはしごしたせいよ。少し飲みすぎたかも。友達って男の人？まさか、女の子ばかりよ。もっと前にアキラさんと会えてたら紹介したのに。女の子ばかり、ねえ。ところでヒカルさんの出身はどちらです？岩手よ。両親は東京の人だけど。へえ、岩手の出身だったんだ。
出身といっても小学生までのことよ。東京に戻ってからは一度も帰ってないわ。もしもし。あ、アキラくんか。篠塚さん、やっぱり彼女には秘密がありますね。男と一緒なのを隠してたのは他に理由があるとしても、彼女、出身地が岩手だったんですよ。岩手出身？そいつは偶然とは思えないな。E2 の事務所じゃ、UFO 問題でしょっちゅう岩手が話題になっている。そこの出身だったら、ヒカルさんの口から話が出ても良さそうだ。けど、彼女は一度としてそれを。E2 の連中には知らせない方がいいな。毎日、同じ事務所で顔を合わせてるんだ。疑いが顔に出たら彼女に悟られる。ええ。当面は僕たちだけでことを運びましょう。明日、E2 から全員が退社したら、ヒカルさんの履歴書を手に入れよう。感心したやり方じゃないが、他に方法がない。篠塚さん、すまん、ゴミ箱を蹴飛ばしてしまった。落ち着いてください。全員退社して事務所には僕たちしかいないんですから。履歴書をしまってある場所はどこだ？多分ロッカーの中です。古い書類なんかは全部そこに。鍵は？工藤さんの引き出しのはずですが。これだな。ロッカーと書いた札がついてる。ファイルの中に履歴書が。どれどれ。本籍地は岩手県遠野市土淵阿沢赤沼。おい、光くんは遠野の出身だぞ。つまり UFO 事件の発端となった早知根山の近くだ。君のおじいさんたちが行方不明になった場所でもある。信じられない。昨日の話では両親とも岩手の人間ではないと言ってたのに。とにかくコピーしよう。今何か音がしませんでしたか？いや、俺には何も。気のせいだろ。みたいですね。すいません。それより急いで鍵と履歴書を戻そう。マダム・ウロセスがホテルのバーで俺たちを待っている。日本のピラミッドの調査を引き受けていただいて嬉しいですわ、ムシュー・篠塚。パリに戻る予定を伸ばした甲斐がありました。こちらこそ、マダム・ウロシャスには感謝しています。日本の超古代文明の謎を解き明かすことは UFO 問題の解明にもつながりますからね。それでご一緒の方はどなたですの？ご紹介してくださらない？あ、私のパートナーです。専門は民族学だが、超古代文明に関する知識も相当なものですよ。桐上明と言います。お目にかかれて光栄です。桐上明、素敵な名前ね。どうかよろしく。ここ数日二人で資料と格闘した結果、私の中では確信に近いのですが、ある仮説を得ました。まあ何かしら。エジプトの有名な大ピラミッドは日本のものを模倣したという仮説です。大ピラミッドが日本の真似？
それは随分大胆な考えですわね。日本のピラミッドは約1万年続いた縄文時代に作られています。それに対してエジプトの大ピラミッドが完成したのは約5000年前。ピラミッドそのものの発想は明らかに日本の方が古いんです。日本のピラミッドが縄文時代に作られたのは確実なんですか？まず間違いないと思います。少なくとも東北地方に関する限り、ピラミッドと見られる山と縄文文化圏は完全に一致している。青森の十割山、秋田の黒マンタ山の周辺からストーンサークルや遮光器土偶が発見されてるし、早知根山の麓からも同じ土偶が。それらの山が本当にピラミッドだとすれば、縄文人が作ったとしか考えられません。日本にピラミッドがあったと証明できれば、世界史の概念が根底からひっくり返りますよ。単純に日本の歴史が変わるだけの問題じゃないんです。何 E2 に潜らせていた光が行方をくらましただと？はっ、ブラド様、僕が全力を挙げ捜索中ですので、見つかるのは時間の問題とは思いますが。まずいことになった。ヒカルはハンニバルの配下だからな。我らが勝手にヒカルを利用していたことが分かれば、どう難癖をつけてくるか。いずれ奴とは決着をつけねばと考えていたが、今はまずい。マダム・ロシャスがここに来るのはそのためですか？ああ、前後策を検討せねばなら。苦労して練った作戦を光るごとに小娘に邪魔させるわけには。マダム・ロシャス、呼び出して悪かったな。さっきまで篠塚たちと会ってたとこよ。ヒカルが逃げ出したんだって？どういうことなの？ヒカルは E2 に長く居すぎたせいか、奴らに情が移ったようです。今度の計画にも反対してましたから、ひょっとすると我らだけでなくハンニバルをも裏切ったか。であれば奴の許可がなくても処分できる。まだ篠塚たちに計画は発覚してない。口を封じてしまえば作戦は継続できるわね。それよりアキラを私のものにしちゃいけないかね。私好みの可愛らしい顔をしてるんだよ。それに上品な役回りにも飽きてきたとこだし。バカなことを考えるな。大体ピラミッドの件にアキラが絡んできたこと自体問題なんだ。アキラにだけは絶対構うな。手を出したことが総門様に知れれば、どんな処罰を受けるか。アキラというと水影俊越に育てられた男ですか？そいつも重要な男なのですか？水影俊越だけマークしろと命令されておりましたが。おや、こいつは何も知らされてないのかい？知らせる必要がどこ？余計なことを考えて仕事に支障をきたすだけだ。おはよう。おはようございます。ああ、おはよう。おはよう。あれ、ヒカル君は？彼女が入れてくれるコーヒーを楽しみに来たんだが。いつもなら一番に出社してんですけどね。アパートに電話しても誰も出ないし、無断欠勤なんて初めてですよ。妙だな。もしかすると気づかれたのか。考えられるな。もう引き払ったかもしれないが、後で念のためアパートに行ってみよう。
出ませんね。人の気配もないようだし、こうなったら中を確かめてみますか。どうやって、まさか鍵をこじ開けるわけにも。あれ、変だな、鍵がかかってませんよ。だったら中に入ろう。誰かに見られたら言い訳できない。こりゃひどい荒らされようだな。引き出しの中身が全部床にぶちまけられてら。僕たちの前に誰かが矢探ししたようですね。まさか誘拐されたってことはないだろうな。いや、それなら荒らす必要はない。ヒカルさんが出た後に侵入した者の仕業ですよ。電話だ。どうする？出ますよ、僕が。まずくないか？何？相手を確かめるだけです。こっちが何も言わなければ。あ、もしもし、あ、ヒカルちゃん？なんだ、順次か。僕だよ。なんでアキラがヒカルちゃんの部屋にいるんだ？僕だけじゃない、篠塚さんと一緒だ。どうやらヒカルちゃんは失踪したらしい。失踪？本当か？後で E2 による詳しい説明はその時に。おい、ちょっと待て。じゃあ後で。今鳴った電話のベル、なんだかおかしくなかったですか？言われてみると妙にこもったような音ではあったが。開けてみます。見てください、ベルの部分にセロテープで鍵が貼り付けられてる。それで音がこもってたのか。コインロッカーの鍵みたいですね。順次から電話がなかったら見落とすとこだった。だけどどこのロッカーだ？そんなに離れた場所じゃないでしょう。案外通勤の道筋にあるような気が。というと E2 のある神田駅かこの五反田駅のどちらかってことに。行きましょう。ここです。鍵と同じ番号があります。開きましたよ。予想的中だ。中には封筒が1通あるだけですが。正面な字だな。いかにも彼女らしい。何が書いてある？これはヒカルちゃんからのメッセージだ。しかも僕宛てになってる。どういうことだ？恐れていた時がやってきました。もう E2 にいることはできません。アキラさんに見つけてもらえると信じてこの手紙を書きます。でも一体何から書けばいいのか。私は私を育ててくれたある人から命じられ E2 に入社しました。私の役目は E2 で見聞きした全てを報告することでした。ところが半年、一年と経ち、皆さんの温かい心を知るにつれ、自分の役目に疑問を抱くようになったのです。 E2 を監視する理由は今でも分かりません。確かなのは監視の重点が E2 オーナーの水影俊悦先生と明さんに置かれていたことです。2年が過ぎてもE2 には報告に値するような出来事が起きなかった。だから罪の意識を感じることなく皆さんと一緒にいられたのです。
ところが篠塚さんが出入りし始めた途端、上から頻繁に指示が来るようになりました。そしてついに私の秘密を明さんに知られてしまった。経済情報誌 E2 と元テレビディレクターの篠塚は、UFO の存在を世間から隠そうとする組織を探るため共同戦線を張っていた。だが E2 に勤める光はその組織のスパイだった。組織を裏切り姿を消した光の行方は、そしてマダム・ロシャスとブラドなる男の関係は、錯綜する謎の糸はやがて一つになって、アキラたちを岩手県の遠野へと導くことになるのである。朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。